とりあえずパパ今日は畑を小さくしようね。毎年毎年夏野菜だけ作ってるけど、私たち勝手に取ってきていつも怒られてもんな、ボス。取るだけ取って食べへんしな、僕たち。ほんでよ、ほんでめっちゃ怒られんねん。お前今まで猿が来て猿が野菜取って食べとったけど、私たち来てから猿来おへんくなった言ってたけど、私たち取るだけ取って、わあ私トマト嫌いやからペッてしてしまうねん。もでもどんどん好きやねん、収穫係やな。ああ、それにしてもどのぐらい畑小さくなるのかな。小さくなりすぎたら野菜収穫する量も少なくなるしな。去年ぐらいまではな、もっと畑も大きかったね。もっともっと畑大きかったけど、ちょっとな、畑小さくしたねんな。収穫大変やし食べきれへんからって。でもまだ小さくする言うてんで、ボス。自分たちが困らんと食べれる分だけ取れたらいいのな。わかった、クインちゃん。ナイスキャッチです。私、なんてボス、全然聞いてなかった。どう、お庭広い？でもこれが邪魔なんよ。走るときいつもこれが邪魔、これが邪魔。なんでこれがあるかって、私たちね、小さいときはね、やっぱりね、悪いこともしたのな。根はいい子よ、根はいい子言われてたで。小さい頃ここ洗濯も干すやろ。洗濯も干したら私たち引っ張ってしまうのな。いつも引っ張ってしまうの。特に私覚えてるかな、私小さい頃パパのパンツばっかり取って、いつもなお庭パパのパンツだらけになってた。だからフェンス作られたねんけど、もう私も2歳やで。2歳、もうすぐ、もうちょっとしたら3歳、来年には3歳な。ボス君も5歳になるから、もう落ち着いてきたからって、畑小さくしてね、これフェンス取ってくれんねんて。ここをもうちょっとね広げてくれるって言ってたわ。でもな、またこれ作る言ってたわ。完全に取ってしまったらな、家の裏とか勝手に行ってしまってな、また悪さしたりしてしまうってパパ言うてたから。まあ確かに夏になったら僕も洗濯もよだれだらけにしてしまうから、いつも怒られてたね。本当はこの庭もぐるって一周回れるんやで。でもお隣さん引っ越してきたから、家の裏とかはあんまり行かんようにしてんねん。私たち賢いやろ、みんな。どうや。ああ、それにしてもこのフェンスなくなったら、本当は広くなんねんけど、どの辺までこっちにやってくれんのかな、楽しみやわ。でも数メートルは広くなるってパパ言ってたから、めっちゃ楽しみやな、クインちゃん。見ろよ、この畑も畑違ったよ。あんなんもうトイレやわ。あんなん畑じゃなくてトイレやわ、パパ。何言うてんねん、クイーン。夏になったらまた肥料をまいて耕していっぱい野菜作ってくれんねんで。いつも美味しい野菜いっぱい食べてるやんか。何言うてんねん、収穫が楽しいから収穫してるだけやろ。私トマトいつも残してるの知ってるやろ。この前のドッグランかて犬のピザ食べたけど、トマト全部残したったわ。あんなんもん。お前ドッグランで犬のピザって何やねん。お前僕聞いてないぞ。お前犬のピザ食べたんか。おいクイーン、初耳やぞ僕。え、なんて。そんなこと言ってないで私。あー、いい天気やな。それにしてもいい天気やな、パパ。おい無視するなよ、お前今犬のピザって絶対言ってたよな、パパ。え、なんて。言ってないで、ボス。もうええて。もうお前ら二人でなんやねん、絶対犬のピザって言ったし。もうあー、ほんまに僕も犬のピザ食べたかった。なんやねお前ら二人で。見て見て、もうかなり暗くなってきたけど、畑かなり小さくなった。どう、こっちね、ちょっとね形変えたの。こっちにね1メートルぐらい伸ばしてね、向こうはね数メートル、何メートルぐらいかな、2メートル3メートルぐらい、3メートルもないかな、2メートルぐらいは広くなったのかな、どうなんやろ。でもね結構ね、なんやかんやこっちにね、畑のところにフェンス引くから、合計ね多分ね5メートルぐらいは多分広くなる予定です。1月ぐらいには最後に九州ごとジビエ夜にいっぱい食べたよ。でもね食べた動画ね撮影してないんだよね。